お聞きください、この大歓声。ホームチーム、これは戦い方を変えてきたようです。さあ、試合開始。ワンツーで素早くリターン。カルロックだ。スルーパスを狙え。まずい。シュート！キーパー反応できない。見事なゴール。よし、この選手は要注目です。これだ。この調子でいこう。それ、あれは見事な個人技だ。僕を受けると思うよ。ぶつかっていった。こうだ。アウェイチーム、慌てて守備に戻ります。それ、鮮やかな股抜きだ。何？カルロスさん、もっともっと振り抜けた。ボールを浮かせてみるか。まずい。ここで激突。これは互角の勝負だ。空中でぶつかり合う。余裕、再び激突。石原くん、ボールを蹴り出した。よし、いけ。天才的なドリブル。ボールを浮かせて抜いた。ナイスプレーだ。これは見事な個人技だ。俺たちの力を見せる時だ。ゲルマン魂を見せつけてくるのか。フィールド中央で激しい押し合いが続く。ナイスプレー。ストレッドで抜き去った。あれ、まずい。浦部君、ボールは狙うも届かない。なんと足を立てない。オーバーヘッドシュートに行った。止めた。さすがパーフェクトキーパー中山君。それ、ここはパスに切り替えた。それ、完璧に抜き去った。センターラインを越えて攻め込む。それ、鮮やかな、ナイスプレーだ。そんな、カルロス君、これは2度加速する。いっけ。威力2倍のシュートだ。よし、今だ。これは反応しているぞ。ネットに突き刺す。さすがだ、カルロスさん。お前のおかげだ。みんな、諦めるな。チャンスが決まった。それ、これだ。ここはパスに突き刺した。それ、ナイスプレー。このタックルは不発に終わります。カルロス君、これは見事な個人技だ。なぜ食らえ。カルロス君、必ず打ち抜く。強烈なバッティングをかけてからのシュート。ミューラー君、堂々とキャッチ。それ、パスを出します。もらったよ。箱のヒールリフトだ。スライディングで止めた。これで高速で抜き取った。それ、敵陣へ攻め込みます。そら、もらったぞ。このスライディングが決めた。カダミ君、もらった。スライディングでカット。いけ。それ、ジャックに通さない。ここは抜かせません。キャプテン、パスを回す。それ、もらった。鮮やかな股抜きだ。カルロス君、連携プレーを見せつけるか。ワンツーで素早くリターン。カルロス君、これはオフサイドです。アウェイチーム、この位置からのフリーキック。このキックで再開。ここからどう持ち込むか。これは見事な個人技だ。ボールを浮かせて抜いた。まずいぞ。サッカーは勝った者が強いんだ。私を見つけてくるのか。しまった。ジャンク、ここはパスに切り替えた。チャンスが決まった。ニッタ君、パスを出します。チャンスが決まった。ジャン君、ここは勝負を避けた。ただにロングパスだ。中山くん、ワンタッチで送る。シュナイダーは、ここからチャンスを作れるか。邪魔をさせん。ナイスプレーだ。ゴール前に持ち込んだ。ボールを浮かせ高く上がりをシュナイダー。これはさらに威力を増した。最後シュート。この右腕で止める。ゴールキャッチ。さすがパーフェクトキーパー、ジノ・フェルナンデスくん。かけてパス。もうちょっと、合わせて守備に戻ります。止められるか。
かせてね。はい、スプレーだ。ここは2人で仕掛けてきた。ここからチャンスを作れるか。はっ、やべえし、ここからカウンターを仕掛ける。それ、ここはパスを出した。岸田君、ボールを狙うも届かない。やったー、ここで打ち立った。ボールを浮かせて抜いた。ナイスプレー。ドストリブルだ。それ、ここで打ち立った。まずい。アベッチ、ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。これはキーパー動けない。長距離砲でゴールを射抜いた。よし、どうした。それ、負けるものか。あと、ここは2人で仕掛けてきた。ワンツーで折り返す。あ、これはまるでマックルボールだ。シュート。さあ、ボールと真っ向勝負。鮮やかな股抜きだ。センタリングを上げた。このセンタリングをものにできるか。ソラ、パスを出します。ソラ、天才的なドリブルだ。これは見事なフィジングだ。まずい。センターラインを越えて攻め込む。ボールを浮かせて抜いた。ナイスプレーだ。体とぶつかっていった。ジャンプ、このボールを拾います。鮮やかな股抜きだ。敵陣へ攻め込みます。得意のヒーローだ。抜いた。ナイスプレー。これは何だ。凄まじい回転を。アークグリッチシュート。俺に取れないシュートはない。シュートを止めたのか、三浦君。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。さあ、ダミ君、ここはパスを出した。パスを出します。スキー君、瞬速を駆使した突破だ。ナイスプレー。二度だ。そんな前に持ち込んだ。早く出しシュートだ。ここでを捉えるか。止めた。まさに鋼鉄の巨人。ここはパスを出した。ソラ、ジャン君、スライディングもらったぞ。ホームチーム、前半を終えて一歩リ。そんな。ソラ、ホームチーム、ここで作戦を変えてきました。チャージが決まった。完璧に抜き去った。そんな。センターラインを越えて攻め込む。ここからチャンスを作れるか。シュートを放った。このシュートは枠を逸れた。ホームチーム、これを得点に結びつけられるか。誰に合わせていいか。カタミ君、センタリングに合わせる。アウェイチーム、ゴールキックで仕切り直します。いけ。パスを出します。いけ。カタミ君、素早くつなぎます。しないか。中尾君、パスを待つ。天才的なドリブルだ。敵陣へ攻め込みます。しなか、このスライディングが決まった。センターラインを越えて攻め込む。みんな、行くぞ。ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。さあ、ゴール前です。もう一つ、右足からシュートを放った。これで2ゴール。見てか、ゴールで応えます。まだ負けたわけじゃない。体ごとぶつかっていった。そうだ、お箱のヒールリフトだ。完璧に打ち取った。ナイスプレーだ。ドリブルと見せかけてパス。ここからどう持ち込むか。ドリブルと見せかけてパス。カルロス君、これは見事な個人技だ。あっ、ボールに回転。ゴールを打ち抜く。ここだ。さあ、ボールと真っ向勝負。三浦君、これはキャッチできない。ワンタッチで送る。スピードに乗ったドリブル。よし、あと、ドリブルを見送る。クロスに合わせに行く。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。西尾君、ナイスポスト。この大一番を制する。ジャン君、ここは抜かせません。西尾君、
ここはパスに切り替えた。そんなボールを浮かせて抜いた。ナイスプレーだ。鍛える力を見ろ。抜いた。おお、たやすく止めた。カナミ君、ここはラテンアーサー、体ごとぶつかっていった。ミサセ、カナセ、俺の得意技、クロスに合わせに行く。これはキャッチできない。それ中山くん、ワンタッチで送る。絶妙なインターセット。新田くん、ここはパスを出した。ドリブルと見せかけてパス。クロス、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。ボールを浮かせて抜いた。これは見事なクリーンだ。ナイスプレー。決まった。アウェイチーム、ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。ここはパスを出す。中山くん、激しいタックル。パスを出します。それドリブルで突破。シュナイダーくん、いい感じ。敵陣へ攻め込みます。シュナイダーくん、怒りの発信だ。ボールを浮かせ高く足を振り上げた。はい、ファイヤー、さらに威力を増したファイヤーショットだ。ヘルナンデスくん、このシュートに反応している。スマートに襲えた。パスを受けた。鋭いスライディング。はっ、天才的なドリブルだ。何、そらジャン君、ボールを狙うも届かない。これは見事。天才の一撃が炸裂。横っ時で鋭く反応。強い。ゴールが遠く感じます。中山君、ここはパスに切り替えた。岸田君、スライディングで止めた。ドリブルでボールを運ぶ。ボールを浮かせて抜いた。これは見事な。なぜ、どうして。高速に向かった。ここだ。天才、ナイス。天才の一撃が炸裂。ハイパー一歩も動けず。ロングスリーだか。どうして。まだまだ、こんなもんじゃダメだ。ここは2人で仕掛けてきた。スルーパスを狙う。ここでスルーパス。そら、完成を抜き去った。体ごとぶつかっていった。浦部君、パスを出します。は、岸田君、ダイレクトでパス。そら、はこれは見事な個人技だ。は、鋭いスライディング。キャプテンブルと見せかけてパス。ここからチャンスを作れるか。ストラ、中山くん、ボールを奪うことができません。ここパスは不発に終わります。見えた。ナイスだ。これは2度加速する。いくけ。威力2倍のシュートだ。よし、今だ。ああ、見ていてください先生。このシュートを。ここだ。完璧に抜き去った。それ鮮やかな打撃だ。おい、なんというテクニックだ。まるで魔法のようなスピードが生まれた。ハイパー反応できない。まさに必殺の一撃で。見たか。それこの調子でいこう。それ激しいタックル。体ごとぶつかっていった。そら、これは見事な個人技だ。天才的なドリブルだ。まずい。激しいタックル。さあカウンターだ。カナミ君、これだ。激しいタックル。横をすり抜けた。高速で抜き去った。ボールを浮かせて抜いた。これで相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。このスライディングが決まった。ここからは精神力の勝負だ。ここでゲルマン魂を見せつけてくるのか。もらったのヒールにして。あっと奪い返した。ここからチャンスを作れるか。ボールを浮かせて抜いた。ドリブルでボールを運ぶ。ボールを浮かせて抜いた。まずい。得点、
バク転、バク宙からのアウト、さらにアクロバティックなシュート、パーフェクトキーパーの投げて、さすがパーフェクトキーパージノ・フェルナンデス君。ホームチーム勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。